良い風景です。えっ、ー、とね、PC 変えてきましたよ。まあ、治ったっていうか、いや、あのね、<laughs> 正確に言うと、こう、治んなかったんだけど <laughs>。で、あのー、Twitter の方にもね、書きましたけど、結局治らなくて、あの、全く同じ、P、PC を買ってきて、で、それにですね、えっ、ー、と、メモリとかね、前使ってたよ、割と大きめのメモリ入れたんでね、 動画編集に必要なね。まあ、それを入れたり、あとは、あの、SSD に変えましたね、ハードディスクを。やっぱり、あの、これも PC7 年、いや、前の PC か、前の PC7 年ぐらい、7年半ぐらい使ってたっていうことで、あのー、ハードディスク限界だったみたいでね。まあ、別に、壊れたわけじゃないんだけど、あのね、結構やばかったみたい。まあ、ということで、新しくしました。だから、まだ結構使えるんじゃないかな。 あとね、5年くらい使ったら <laughs>、使えたら最高なんじゃないかなって思うんですけど、どうですかねなんて思ってます。で、えー、っと、この2週間くらい何やったかっていうと,と、まずこれだね。チャンネルアートね。これずっと新しくしたかったんですけど、ついに新しくしました。<laughs> 前ね、恥ずかしかったからね。<laughs> すげえ古い絵でね。あんまり気に入ってなかったんでね。 で、こうなりましたね。なんか今、横長のあの構図の絵なんですけど、なこの構図難しくて、構図っていうか、こう横長の絵って難しくて、縦長なんか知らないかこうね、僕的には得意なのかな、割とすんなり決まるんだけどね、結構時間かかっちゃいましたけど、できましたね。まあ、こうなりました。<laughs> 個人的には、まあまあ、結構、ね、いいんじゃないかなと、それなりにね、今はね、思ってますね。 またそのうち恥ずかしくなって新しくしたくなるんじゃないかなと思いますけど <laughs> まあねそういうもんですねえー、っとねこれねあの洋皮紙に書いたんだよね結構面白いねあのね紙に全然こだわってこなかったんだけどあのちゃんとこう何て言うかね自分が書きたいと思える紙を探そうと思って探したんですよねで結局何て言うか洋皮紙になりましたなんかね、まあの 動物の表面に張り付いてたやつっていうことですよね。なんか不思議なものですね。こう、なんかデジタルとかじゃ絶対出ないからね、<laughs> そういうなんていうか、感覚といえばね、業の深さっていうかさ、なんかそういうのを感じるんだよね。<laughs> 全然なんていうかね、あの、絵,絵そのものっていうよりはなんていうかこう、絵を描く行為そのものになんていうかね、あの、思うところあるっていうかさ、 うまく言えないけどさ <laughs>、いいんじゃないかなと。僕的,僕的には結、ね、構満足してます。で、他にもね、あのー、ね、こういう感じでこう連作を作ろうかなとかね、今思ってますね。あのー、この2週間くらい、絵のことばっかり考えてやってたんですけどね、まあ。ゲームをね、ちょっとやりましたけど、あの、ツイッター本でも説明したけどね、あの、ギレンの野望の裏作業とかやってましたね。で、だからこれからね、更新しようかなと思ってます。 また今年もね、たくさんね、いろいろやりたいなと思ってますんでね。<laughs> すげえ楽しみです。今からワクワクしてますね。はい、じゃあ、今回はここで終わりにしようかな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。